はーい、こんにちは。サルウィンです。行きましょう。イースクスト2というわけで、スクールガールストライガーズ2の実況をしていきたいと思います。眠すぎるやつです。ただ、もうぶっちゃけて言うと、寝落ちしてました。寝落ちしたんで、結構いい時間になってます。そして、もう動画撮ったと思って勘違いして始めました。そして、触ってしまいました。そしてログインボーナスが始まったので、あーってなって撮ってます。そして、撮るタイミングを完全に間違ったというか、なんかもうすごい外がうるさいです。雑音が半端ではないです。ティカちゃんかわいいね。真ん中ユキエちゃんでした。なるほど。あれない、これはビスケットシリーズオール2に来るか。始まるかもしれない。おいすいす。ウキウキが26日まで。明日、あ、そっか、ウキウキってもう終わっちゃうんだ。あざっす。危ない。ギリ全開しない。危ない。危ないよ。とても危ない。セーフ。とりあえず、救援要請すべてにおいて優先されますので、やっていきたいというわけでね。はい。いやー、もうヘロヘロです。まあ、ここ最近のね、眠さとかやばいです。確かに昨日はね、ぶち切れてると睡眠時間すげえ少なかった気がします。なんなら 3時間ぐらいしか寝れなかったんじゃないかという疑惑があります。で、8時になっちゃったけど、まあ4倍できますか。てか、よく見たらもうファイナル入ってるんですよね。もう私、ファイナルは基本的にもう4倍、もうずっと4倍でもいいと思っているぐらいの人なんで、まあ、いいでしょう。そして、もろもろ終わっているんですよね。はい。もうやってますね、いろいろとね。もったいない動きが出ちゃいますね。ほんとね。困ったね。僕の悪い癖。って感じですよね、ほんと。というわけでね、もう、とりあえずこの辺はね、しっかりとね、やっていきたいということを、昨日ね、生放送とかで宣言したんですけど、ちょっと、やったー、よかったー。ちょっとね、ミスっていうか、ゲームで、これで、ポールちゃんのやつ全部ゲットしました。あ、10レベル足んない。多分、1レベル足んないのは、まあ多分、ちょうどよくなるかどうか、正直わかんないところだったんですけど、まあ、間違いなく、1回ミスったからですね。あ、ここ、まあ、レストレーションレベル60なんだよね。この侍取りに行くとこは、ここね、ミスったんですよね。失敗しちゃったんですよね。まあ、正直、確かに、なんかね、もう、雑だったなと思います。このね、走り師メンバーが、レベルが中段部の走り師メンバーで、これでちょっとね、特訓してたんですよ。これでね。これで行ったら、完全にクエストを失敗しました。魔法だけはナイトだったんですけどね。なるほどって感じですよね。わかみやなかったんでしょう。はい、というわけでね、まあ、いわゆる小春ちゃんの条文を全て取ったんで、まあ、拾えるとこはね、なんでまた、羊毛回収作戦をしていくわけでございますが。そして、僕エネルギーじゃなかった前にですね、中戦、いや、もうなんか日本語をしゃべれません。もうあれですよ、あれ、探索ポイントがね、どうしてもちょっと余ってしまったというかね、それね、仕事のタイミングとか結構あってね、注ぐ感じになったんですよ、なったんです。はい。っていう感じです。全然何が言ってるか分かんないかもしれません。私も分かりません。寝落ちすぎて何も言えないです。これでも多分、いやでも、いや、仕事上がりに撮った時にどうなったかと言われると、どっちがいいか分かりません。無理です。分かりません。もう私には何の判断もつかないです。まあ、とりあえず今日、そこそこ睡眠を撮って、そこからスタートだと思っています。昨日はもうね、よく分からないです。正直自分で何時間寝たかというか、もうね、2回寝たんですけど、2回とも悪夢が、なんか、とてもよくない悪夢を見まして、まだ今でも鮮明に覚えてますね、どっちもね。まあ、一つは、知らない人、皆さんこれね、一応これね、フレンドさん使わないように、
配慮していますか、ね、光の通常線と選んで助けてもらわず、それから打ってやんないと、簡易でやってしまうと、どんどんあのフレンドさんを、協力戦で使えなくなってしまいますからね。だから協力を得られなくなってしまうので、フレンドさんの力をね、的確に使いたいというか、無駄なく使いたい人はしっかりと通常戦と行いましょう。そうでね、そう。いやーなんか蛇と猫っていう夢を見たんですよ。タイトルつけちゃいますけど、蛇と猫ね。まあ実際ちょっとね、リアルで、蛇ちゃんがね、蛇ちゃんって言えないな、ちょっとね、蛇がね、蛇さんがですね、ちょっとね、もう車に轢かれてしまったんでしょうね。血まみれてね、まあこれはあんまグロいからあんましない方がいいかな。で、そこの、なんか、蛇、そのね、血だまりというか、そこのヘビを、なんかね、まあ、至近距離で猫ちゃんがね、そのヘビを見てるみたいな夢じゃないや、それを、まあ、現実に、仕事帰りに見たわけですが、それが多分、まあ、きっかけになって、まあ、ヘビと猫が絡むような夢を見たわけですよ。しかも、まあ、結構、あんま良くない夢。まあ、私がヘビに攻撃される夢なんだけどね、猫ちゃんは何とどうするか、ちょっと、いまいち思い出せないんですけどもね、夢ってすごいそうですね、やっぱり。細部まで覚えてないね。覚えてるとは言ったが、それは嘘だった。で、まあ、もう一つの夢はね、どうでもいいっちゃいいです。怖かったですけどね、めちゃめちゃ怖かったね。もうただの恐怖体験でしたね。よくあるよね。なんかよくわからんもんに追いかけられたりとか。ただね、なんか不思議な夢でね、有名実況者の方々と私が動画を撮ってるような雰囲気があったんで、で、そのゲームなのかと思いきや、実はそれが現実みたいなさ。なんだその夢みたいなね。まあまあ。謎の夢でした。まあ怖かったですけどね。まあそんな話はいいんですけど、ね、それだけ結局多分3時間ぐらいしか寝てなくて、さすがに眠かったですね。仮眠取ったんですけど、てか良くないんですよね、私も。仮眠取ったと言っても、取りに行ってるわけじゃなくて、もう力尽きて寝落ちしたような、まあ実際ちょっとベッドでちゃんと横になってる仮眠、私が今さっきまで取ったのは完全に寝落ちで、良くない、全く良くない、普通のただの椅子で寝てるんで一番良くないやつなんですけど、昨日はなんだかんだで、ちゃんとベッドで寝たんですよ。ベッドで寝たんだけど、ただ寝る気がなくて寝てるやつだから良くないっていう。ただこう、まあ、力尽きてヘロヘロになって、まあ、あんま良くないですよ。歯も磨かないだったりとかすることもあるんでね。でもそれが結局悪夢で1時間で起きて、そっからちょっとまあいろいろ動画撮ったりとかして、そんで仕事前に仮眠取るぜっていうのが、ね、全然眠くなかったんですよね。なんで戦うか、ね、しかもまあ昨日がね、仕事のまあ5連勤の最終日ってことで、まあ強気で行ってやるぜぐらいの感じだったんですけど、もうやんなきゃよかったって思った、その強気みたいな話なんですよ。すいませんね、なんかね、グダグダしちゃってるね。さあ、あとアビリティ、そっか、アビリティどうしようかな。アビリティやっちゃいますか。とりあえずやっぱ UR アビリティはまだ1枚ずつ使って、とりあえず全員にコンボつけるっていうところをやりたいのかと思うんですよ、私。なので、ああ、いや、その前にだ。とりあえず、デビュー戦の、もう、スコアはさっきからずっと見えてたと思うんですけど、まあ、ランキング的になんぼかというと、まあ、プラチナ入りはちゃんと果たしました。で、今、悪くないですね。4000以内入ってますね。まあ、一応3000以内入る予定です。で、一応、昨日立ててた目標が、まあ、一応700万ぐらいの予定だったんで、まあ、ほぼそれに近い感じかな。一応、まあ、300万、ん違う。200万あれなんか計算おかしいな。あれ ?500 万だったらさ、800万いかなきゃいけなかったのかな。あれ足んねえか。あれ待って、でも、いや、待って待って。いや、いいのか。で、ファイナルで300万ずつでいいのかな。7キロで、まあ、昨日で700万、約700万にしといて、で、今日約1000万まで伸ばして、で、最終分に1300万ぐらいいけばいいのかな、みたいな。まあそこは3000円以内の査定で見ますかという感じですかね。はい。そんな感じとなっております。で、対戦回帰はこのまま B をキープしたいと思います。まあ B はね、もう1回入れば、あとは、まあ、あの P 条件解放パスの力を使いいけるんじゃないかなというところですよね。で、ゆきえちゃんがやっと終わったんですよね。まあ、とりあえずこの3人綺麗になりましたね。あとは、マーリーさん。あと2個。マリーさんと、まあ、ティッカちゃんかな。一応メインメンバー。
まあ、とりあえず今日はマリさん行きますか。マリさんだけでも終わらせて帰りましょうかってところですかね。はい、行くぜ。うん、でもうなんかね、 URL じゃなかった SR メモかや、もう臆せず使おうって私は思っているんです。なんでもう知らんって行こうかな、知らんって言っていいかなっていう感じですよね。うん、もうなんか端から使ったらええんちゃうかなみたいなとこもありますよね。もうだから限定だろうが、多分もう使わないもん、使わないメモかに意義はねとか言うよ。うん、じゃないとな、戦えないというか、なんかね、もういいんじゃないかな、もうなんだろ、佐藤さんから全部言ったれみたいなとこもありますけども、すげえ躊躇がこう言いながらすげえ躊躇してるよ私がいるわけですが、とりあえずもういらない、全部これ外したやつはいらないって言ったんで、いらないんだ、本当だぞ。おお、このバルキリーとかも、あの協力戦いつも取り込んでるからね、これね。取り込まなかった。取り込まなかったのは、あれですから。もう、この、もうメモかやね。もう何も言えない。日本語しゃべれませんか。コンボ、ナイス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 コンボ。 5% 上書きしてえな、よく言えば。うん、でもとりあえずですね、 5% 本当にケチって 5% やったら本当にマジ反省だよね。うん、確かでもどうしたんだっけ、私6枚とかだったんだっけな、6枚だか7枚だったんだっけな、ちょっと覚えてないですけど、ハーコスだけちょっとだけ悩んじゃうね、ハーコスだけ。うん、いや悩まなくていいと思うんだけどね。うん、もういっちゃ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 い、この辺でやってたんかな、6枚、7枚かこれ、この辺でやった気がするね。うん、だったらあと3枚いけやってとこありますよね。なんならこれで役に立った可能性もあるけどね。うん、さすがに 8% は引かんやろって言うと、でも引くんですよ、 8% は引くんです。うん、いけ、ほらー、コンボ、ノーコンボ、こっちないね。ハーコスはちょっと、ハーコスはちょっと、もうアムリタ行くよ、行くよアムリタ、ダンスダンスエボリューション、究極も知らんねえ、究極などなかった、いや なくはないが、しかし、うん、行け行け、ガンガン行け、サタカちゃんとか止まりそうなんで、コンボ来たー、これでとりあえずオールコンボですね。ちょっと 5% 5% なんとかしたくないですか、したいよね、したいけど、まあ一旦、うん、一旦なんで 5% って話ですよね、ほんまに。うん、どうしてこうなった、ちっかちゃんも行くかな、とりあえず、とりあえずあのメイン5人は全部コンボにしてるわけですよ。あと3個だね、悪くないね、今の流れ、今なら悪くないね。ちょっとハーコスめっちゃ避けてますけど、なんかね、ハーコスはめちゃくちゃ避ける男、スパイダーマンです。あ、もういけ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 、デススピーゲルもいけ、佐藤ちゃんのところどうなるか、いけるのか、私コンボ、ノーコンボ、うん、アビリティだ、いけるか、いけるか、佐藤ちゃんいけるか、いけるか、いけるのか、本当に、おい、お前、本当に、ネームレスネームでもいけ。ちょっと待ってね。火力でやっぱ強いんだけどね、ネームレスネームね。でも、イサキさんがもうメインメンバーに入ることがないんだよな。ないと思うんだよ。だからもうネームレスネームを使うことがないでしょう。ない。うん。強かった。お世話になった。さあ、佐藤さん、いけるのか、いけるのか、本当に。いけるのか、いけるのか、めっちゃ避けてるぞ。めちゃくちゃ避けてるぞ。いけるのか、本当に。ノーコンボ。うひゃー、やめたくなってきましたね。やめたくなりますよ。あー、さとかちゃんだけいっぱいある。どうしたらいいんだ。いけるのか、本当に。いけるのか。
ここで一回我慢か、我慢なか、我慢臭いな、終わりか、終わりますか。で最後にマリさんのやつだけ一回あの URL アビリティだけやっていいですかね。本当はもっと一気に行くべきなんでしょう。なんですけど踏みとどまってしまう私がいました。眠いからということにしましょう。いきます。コンボコンボナイス。これで 5% 終わりして。これは良かったですね。やった甲斐がありました。これ大丈夫。まひさんまで強くなったんで、まあ今のところね、確かに実質今この4人なんで。やったー。きれいきれい。長押しきれいなんで。きれいきれいですね。あとは最終的にこれを全部コンボプラス 30% かなに変えていく。大変だけどね。頑張りましょう。はい、というわけでね。まあ、ちょっと5人目のティッカちゃん、とか5人目の僕はもしかしたら変わる可能性もあるからね。まあ、なんとも。その辺はまあ、見極めていきましょうね。ああ、残念。長押しでレベル高い1400。まあ、実際、レジェンド勢ですからね。レジェンドでも、レジェンドのボーダーって、800以内に入るボーダーってちょろっと見たけど4000万とかですからね。私結局1300万とか1000、まあ、頑張って1500万とか行くかみたいなさ、そんなかな話をしてるんですよ。その中で選抜中に4000万とか行かなきゃいけないんですよ、レジェンド入るためには。まあ先の話ですよね。まだまだ次元が違えなって思わされますよね。さあ、ベイリーアーズ倒していきましょう。はい。そこにこのメンツが来ました。え、テルトマスキー。こういう感じのやつ多い気がするな。風を巻き起こしていく、馬昇戦みたいなのね。そう、馬昇戦ってことが久しぶりに喋ったわ。馬昇戦ってあれだよね。なんだっけ、最勇気に出てくるやつ。なんだっけ、あれ、牛魔王が持って、ってんだっけ、あれ忘れちゃったな忘れてしまいましたが、さあベルギーオメガ2パンいけたらいいねって感じですね。いけないかもな。2パンでウキウキもしたんでしたっけ。なんかウキウキしたような記憶があるようなないような気がするんですけどもね、眠すぎて記憶のかけらが記憶のかけらやってますね。やったけど上聞かなかったんだね。ちなみに、まあ、本当にウキウキのおかげですね。すごいですよ。エリクサー全然減らねえ。素晴らしいですね。まあ、そこそこ減っているけど、減ってないに等しいかなと私は思っていますね。なかなかね、余力を残しながら走れてるかな。走れてるっていうか、まあ、走ってるというか、まあ、一応、まあ、最低限やってる感じかな。まあ、何をもって走るかっていうと、もう私の中でちょっと分かんなくなってきましたからね。言葉のチョイスがむずい。走るっていう言葉のチョイスが。ナイスエリクスル。あ、よかった、喜んでくれた。さっきも見たですよ、言われてると思ったんですけど。でミラクルラボも上げようと思えば上げられるんですよね。でもまだいい。でもさとかちゃんの火力少しでも上げたいというか、早く230レベルにしてしまいたいという気持ちもある。そうすると、他のメンバーに経験値を振り分けられるんだよね。さとかちゃんレベルマックスになったら、どうしようかな。まあ、100レベルいってないメンバーを100レベルに使用計画。そこを上げするか、まあ、もしくはやっぱり主力のもうニホちゃんとかユキエちゃんとかのレベル上げていっちゃうか、その辺ちょっと考えちゃうところですね。はい、もうその辺はまあ後ほど考えていきましょうというわけで、じゃあぼちぼちというわけでね、終わりましょうか。主力戦ね、まだあと2日ありますけど、まあ無理せず楽しく遊んでいきましょうね。ではではさようなら。